そうか、やっぱ今から、今からしないか。やっぱ最近ずっとやってないんだよね。そろそろしないと下手になっちゃう。もっと下手になっちゃう。飽きてるせ、いや飽きてはない、飽きてはないんだけど、昨日も結局する時間なかったしな。イベントのやつ覚えてて、今度のあとジャム、それまでは漫画読んでたんだよね。ずっと空いてる時間、今の時間漫画返さなきゃいけなかったから。漫画はね、そう本があったからさ、読まなきゃで読んでたんだけど、漫画見終わって全部読んだ昨日一昨日配信終わった後、もう日付回ってた、そんぐらい読み終わった、日付回って昨日だったで全部読んだ。中年ピンクさ、健康に適当にやってるでしょ。確かにこの時間帯だとあんま強い人、まあ、ランクだったらあれか、あんま関係ないか、いなさそう、そこ夜の方がいるからな。そんな人多い？嘘？多いの？この時間帯？この時間帯あんまりいないイメージ、そこまでやってる人があんま少ないイメージ、そもそも夜から深夜、早朝？早朝って言っていいのかぐらいの4時とかそのぐらいの時間帯までが多いイメージ。ね、そもそもやってる人が少ないのもあるんだけどね、このぐらいの時間帯ちょうどからお昼、さっきやってないけどエビしたい。11時になったらランキングが終わりますね。準備しなきゃだから。どうなる？え、したよちゃんと。でもね、なんかね、まだ見たい、なんか YouTube にいろいろ上がっててさ、波動の。それを見たんだけど。全部見れてないから今日移動中に全部見る予定、なんか短いのがいっぱい上がってた。ルールとか全部見た。ルール系のやつ見た。でもなんかその応用みたいなやつ見てない。
難しいって聞くからな、思うようにできないんだろうね。移動中にそのなんか動画見て優勝していく。ミジはドラゴンボール、ドラゴンボール、え、ドラゴンボールわかんないドラゴンボールあんまちゃんと見たことないからそんなにわかんない。ついてて、ほんのちょっと見たことある程度、なんか時々つけ、それつけてたらそのちゃんアニマックスつけてて時々流れてるぐらいのレベル。そんな知らないだから、キャラクターも言うほど知らない、あんま大体のないストーリーはわかるけど、ちゃんとした話は面白い。ドラゴンボール知らないの珍しい、珍しいのかな、ちゃんと見たこと、意外といそうだけどな、あんまちゃんと見たことないって人。バラツイラの話ざっくりしすぎでしょそれバラ集めてあれだね、願い事叶えるみたいな。なんとなくは知ってるけどさ、こう大まかな内容みたいなちゃんとは知らないか。ちゃんと見たことはないな。無人分のところ、あのピンクのさ、敵戦ってるんだから、まあ、なんかたまたま奇跡的にさ、こうなんか続けて話を見れたからさ、ちょっとだけ見てたけど、そこは無人分、なんかね、キャラクターはわかるけど、わかんないのも多いけど、わかるのアニマックスでこうたまたま流れてて見てたぐらいだから、そんなにちゃんとは知らない、ちゃんと見たこともない、このストーリーちゃんとなんか最初からみたいな。見たことないんだから、アニマックス、アニマックスか、なんかテレビでたまたまついてて見るぐらいだった。アニマックスもね、なんか最初はそれ入ってたんだけど、そのなんか途中でそのなんかテレビ変えた、何かでこう見なくなって、で最近また見れるようになったから、ちょっとわかんないな、そこまではそこまでちゃんと見てたわけじゃない、わかんない、もう覚えてない。ヤンクスとかカートゥーン、カートゥーン、カートゥーンネットワーク、
あ、見てないの最近。見れるけど今なんかね、小学生ぐらいまで 見れるようになってて、その時見れる、違う、小学生ぐらいまでそのチャンネルをさつけててさ、でこうなんかテレビ変えたかなんかでこうそのチャンネルこう見れない感じのやつにしてさ、見れないプランみたいな、もう見ないでしょってなって、誰もいいでしょってなって、あ、見ないからってなって、そのなんかなくしてちょっと前にまた見れるようにした。トムとジェリーもなんか見たことある見たことある見てたりしたら、ついてたらあんまりそのさ番組表みたいな見てさ、この時間帯これあるからこれ見ようみたいな、何時からこの「あよくつけよう」とか「そのアニメチャンネルつけよう」って思ったことあんまなくってついてたら見るみたいな、あ、なんかついてるので面白そうだなったら見るとか、あとなんかずっとそのチャンネルつけてて、あ、これやってるわぐらいの感覚。ほんまちゃんとドラマみたいにさあんな感じで追ってみたりとかしてなかったな別に。ドラマ見てますよ今。もうさっきまでちょうど見てた、準備しながら、あの石子と羽をあやめてた。明日の放送時間何だろう、それまでにみんな TVer で見れなくなるから見てた。弁護士の話、いや後でいいやと思ってたら明日だったから急ぎ急に言われててくさ確かに TVer で見るやつ大体ギリギリになってみちゃう。後でやるとか今度やろうかね。いや多いんだよね、いつもそういった後回しにしちゃうんだよな。いや分かってるんだけどさ、あんまよくないって分かってるけど。やっちゃうんだよな、ドラマも後でいいやって言っちゃう、後回しにしてるのが多すぎて最近先生の試合宿題も最後で、夏休みの宿題はそうだね、大体最後の方でいつも忘れてたな。なんか最初にもするけど、夏休み入って入る前とかに配られてとかするじゃん、小学生とかの頃。それがあんま覚えてないけど、入る前に配られてそれでやったりとかさ、夏休み最初の頃の方になんかちょっとだけやったりとかもするけど、結局さ最後に残ってて、最後いつも慌ててするみたいな。私の兄弟みんなそんな感じこの間妹がさ
明日提出しないといけない宿題があるって言って急いでやってた。お母さんが今日は徹夜だなって言って言ってた。みんなそうなんだから自由研究、なんか自由研究、自由研究したことないかも。ちゃんとした自由研究が工作みたいな、あ、作るみたいな工作してたね。いつもなんか作ってた気がする。もう覚えてないんだけどさ、何作ったかなんかそんな、なんか作ってた。自由研究あんました覚えない。勉強するの勉強、夏休みの宿題は嫌いだったな。でも夏の宿題もそんな好きではなかった。金箱を作ったことあったっけな。それはちょっと覚えてないけど、なんかそう、こうそんな感じの工作みたいな。何作ったかそんな覚えてないんだよね。記憶がもう、もう覚えてないな本当。やってたはずなんだけど、小学校の頃じゃん、こうそういうのあるのって。私やってたはずなんだけど覚えてなくって、私何やったか自由研究的なやつはやった記憶がなかったもん。あんのかな、覚えてないんだよね。だいたい学年になんか何人かすごい子いるよね。めっちゃ気合い入れてやってる子。数歳宣言しかやなさそう。勉強機械が本当に勉強したことない。ちゃんと何か普通にテスト期間じゃない、普通の日そう、何か期間じゃない時さ、あの普通に宿題だけやって終わりみたいな。みたいな感じだった。単語帳作ったの。単語帳ね、作ろうと思ったことあるんだけどさ、あるんだけどさ、このなんか単語帳結局作る前にもうやめた、作んなかった単語帳そもそも作ったことないんだよな。浴室かなとカラフルにしてます。浴室の音カラフル、でも言うほどカラフルじゃなかったよ。そんなに何色も使ってなかったよペンそこまで使ってなかったかも。
なんかさ先生によってさこう変わるじゃん結構。めちゃなんかいろんな色何色もよく使う先生とさ少ししか使わない先生、その何色も使う先生はさもうつられてなんか何色使ってたりしてたけど、先生によるな、その先生の書き方に。単純に覚えるだけみたいな科目苦手。ああ英単語とか覚える苦手だったの英単語、国語、原文、現代文と公文とか。ここにとってもとかして、でもノート見返すことなくない？私見返したことないノート、ほぼほぼ。教科書見たらわかるから。ノート取って見返すことがほぼほぼないんだよ。なんかこう教科書で分かんなかったらこうノートの方がなんかおかれず書いてたなと思ったら見返すことあるけど、え基本見ない自分で勉強するときノートなんか開かないだからその場で書いて終わりで教科書しか見ない。ノート点検は あったかな、なかったね、そのないない、ノート点検なかった。宿題でノート書い、ノートに書く宿題みたいな、なんか国語で試写こう教科書に書いてあるのを写したりとかさ、あとなんかこう問題をノートに書いてみたいな、解いてみたいな、そういう宿題があった時はそのぐらいしかなかったです。点検ない、ひたすら映像、振りはひたすら映像見るの。立ち位置、立ち位置は暗記だから、暗記とはひたすら映像見るかも。でもさ教科書ノート見なくても同じこと書いてる、教科書の方が同じこと書いてるし綺麗だし、教科書の方がさ、教科書見てた。上がりやすいし、教科書。教科書に書いてないこと出たとき、それは問題が悪いよ。じゃノート取らなくて、ノート取らなくても私はそうなんだけど、怒られるじゃんそれはしてたらノート書けって言われるじゃん。あとなんかやってないと眠くなっちゃうしね授業本当にノート勉強で使ったこと一切ない教科書閉じてここまで切れたのこれそれは怒られるノート閉じてじゃなくて教科書閉じてなんだ、それは怒られる
ートに落書き、ノートに落書きよくしてたよ。喧嘩売ってるみたい。いやめんどくさいなその会話が。いいやちょっと私は。一番前の真ん中の席で勉強頑張ってたのがイメージ。一番前の真ん中の席ちょっと嫌だなその席。一番嫌な席じゃない一番前の真ん中って。あの後ろの端の席が好きだった。机に教科書置いてたタイプ。逆にどこに置くの？どういうこと？使い教科書置いてた？どういうことだ？録画は窓側がいいな。窓側が好きだ。あ、置き目、あ、そういうこと？自分はうん高校の時はしてたかな。小中できなかったからなんか置いていいのもあったけど中学校の時置いていい教科書も何個かあったけど置いちゃいけないのが多かったから高校は置いてもよかったからほぼほぼ置いてたかも。宿題とかあテスト期間の時だけ持って帰るそんな感じだった。あ、小学校中学校めちゃくちゃ荷物いつも重かったんだよね。そう持ち上げなかった小中。ロッカーに置きっぱ。ああ確かに高校そんな感じだったロッカーって。教科書と机にも入れてたけど。コンロ持ってって焼肉とか強すぎないそれ。コンロ持ってくって。え、そんな人見たことないよ。人行ってきたら今日も暑かった。やだな。出たくないって出たくないけど出なきゃだからな。一般の品質で学年末も力の殺してた。ああ確かに学年末も荷物多かったな。なんか授業がもうないやつとかはその長期休みに入る前とかは終わったら持って帰ったりしてたけど
うん、結局そうやってても最後の日は多くなるからな。ここお弁当、お弁当だったね。給食のところほとんどなかったかも、高校で。次した教科書即捨て、私はね捨ててない。あの妹たちがいるから、しょっちゅうはさ、こう同じの使ったり、ここは同じとこ行かないとあれだけど。同じの使ったりとかあったから、教科書ももで捨てたことほとんどないや。全部妹たちに行く。今日無双してきて、無双したいな、勝ちたい、優勝したい。ビーカーも勝ってないからまだ優勝してないか、優勝してないか、ちょっと優勝したいけど、ちょっと周りのチームがすごい強そうで勝てるかな。でも今日勝たないとやばいんだよな、ビー最下位が確定しそうな勢いだから。ここに学食、学食あるところがね多分少ない、大分の高校少ないかな。めっちゃなんかマンモス校みたいなああいうとこじゃないとなさそうイメージ。今日勝たないと終わり、いや終わりではないんだけど、今の時点で最下位だからあと2回ぐらいだっけ、何回かしかないから、ちょっと今日最下位だとやばい気がする。強そうだけど、 K も強そうなんだよね。 K はひなこがね経験者なんだよね。なんか経験者だし、なんか作戦がありそうだ。経験者だから分かってるから、作戦あるみたいなこと言ってた。勝ちたいけど強そう。そう、今日引いちゃえる。いや、ちょっと昨日の夜ってかもう今日だったけど、日付は動画を見てやったから、勉強したから、ルールとかは。別に22にしたら今日はバラエティ番組、え、どこと手がうまくつ、あ、シールドなんかね、確かに作るの難しいって聞く。ちょっと今日の練習で習得しないとな。
けるのが確かに避けるの、うん、大変そうだな動画見てて。初心者の人とすごいかプロの方、世界大会優勝してる方わかんないや、なんかすごい上手い方がいて、上手い方がいて、違う上手い方が戦ってて、なんか避けるの上手いチームはシールドなくても当たんないって言ってた。いやないと無理だろうけど私たちはいやそれぐらいそう避けるの当たらないの大事。でもそれ2対2のやつ見てたんだよね。3対3だとちょっと変わるのかな、人数が1人増えるから。マックスですかね、私走れないからな、使えたらいいんだけど勝ちたいからね今日。シーズン出し方も慣れないと思ってるしね、言ってた、やった人がシールド難しいって、なんか思ったようにもできないって言ってた気がする。そうなんだ、頭早すぎて避けるの無理だ。え、そんな早いの？やば。あ、上がっていく感じなんだ、球の速度。いや、全然上がってなかった、そこ。え、え、全部で3回？第3ラウンドまで。で、だんだん球が上がっていくってこと？むずそう。そのき今日も練習時間があるからさ、ちょっと練習で背を下げながら止め数で攻めて、ご飯を当ててうまく使う。あ、そういうことね。いやでも多分やってみないと分かんないんだろうな、楽しみだけど。勝てるといいなチーム B の初優勝をちょっと狙って。そろそろチーム B 優勝ゼロはやん、ちょっとまずい本気出す、ちょっとね本気出して、あのなんか景品ご褒美のやつ狙えて優勝したい。ファンの人のさ、なんかあるもんね、応援のやつみたいなのが。
でも今日普通に楽しそうなんだよね。それも楽しみ。初めてするからな、ハード。シンプルとシゲータ最後に集めるボールが好き。あ、確かに。それも考えないといけないか。でもとにかく当たらないようにするのが一番大事だよね。当たらないようにして。自分勝てるように頑張ってくるよ。前回福岡旅行、今回はどこ、え、どこだろうね。楽しみ。優勝しないと意味ないんだけど。パンケーキすらね、しないです。絶対にしないから。そんなボール受け止めに行かないよ。宮崎旅行だったりしてあるかな。あるかな。宮崎でも嬉しいけど、ちょっと低そうかな。せだって今までさ出たやつ、あったやつさ、観光地ってさ、ザ観光地みたいなとこだったからさ。低そうだけど可能性。どうだろうね、どこだろう。うん、あ、11時じゃん。ランキング読もうかな。13位からランキング読みます。13位、13位、ミーティアライトさん、ありがとうございます。12位、ひのにゃんまるさん、ありがとうございます。11位、みずきさん、ありがとうございます。10位、りくさん、ありがとうございます。9位、にゃーこさん、ありがとうございます。8位、教科ランドの市民 A さん、ありがとうございます。7位、ゆうじアットマーク、教科ちゃんの笑顔とこにいつも癒されてます、ありがとうございます。次、6位トッシーベビースターマンさん、ありがとうございます。5位、あきひこさん、ありがとうございます。4位、なおとさん、ありがとうございます。次、3位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。2位、まるさん、ありがとうございます。そして1位がけんにさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。夜はもし間に合ったらしますね。ちょっと可能性低いけど、微妙だけど間に合うか。もしできそうだったらしますね、夜。イベントあるからちょっと厳しい気もするんで、間に合いそうだったらね。今日できなかったら明日は、明日多分11時過ぎぐらいにかな、23時過ぎぐらいにしてるかも。明日間に合うと思う。うん、多分そんくらいかな。それ終わろうかな。じゃあ今日はハード、なんか皆さんのあのさ、なんか応援のやつも必要なので、だいぶ重要なので、ぜひそう、 B の応援してくれると嬉しいです。
そろそろ終わろうかな。じゃあ、ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。またね。